渡辺哲夫は日本競輪選手会愛媛支部に所属する競輪選手。新田高等学校出身。日本競輪学校第84期生。師匠は三木雄二。競輪学校では在校競争成績第1位。2000年4月1日にホームバンクである松山競輪場でデビューし、初勝利も同日。同年十二月十九日に開催された ルーキーチャンピオンレースでは、石シ克ゲに次ぐ2着だった。2年後の2002年のヤンググランプリでは、四角注意の位置から直線で鋭く伸びて優勝。翌2003年の日本選手権競輪で、GI 初出場を果たす。しかし GI、GII では、苦戦続きで、上記の日本選手権以降、常時出場は果たすものの、3年余りは、 これといった実績を残すことができなかった。ちょうどその頃、渡辺は吉岡実信が主催する不動会に入り、吉岡から練習等のアドバイスを仰いでいた。それが功を奏する形で、2005年3月に行われた地元の松山記念を制覇する。翌2006年は大活躍の年となった。同年7月に行われた友人新郎パイで、 初の GIU でを決める。続く同年8月に開催されたふるさとダービーでは、優勝した平原光太を鋭く追い詰め2着。また、同年12月開催の全日本選抜競輪でも、決勝へ進出した。2007年は、ともひとしのお敗で、再び決勝へと駒を進め、優勝した小島啓治に続く2着に入った。また初代 SQS S 班選手にも選出された。 2019年3月10日に松山競輪場で行われた第69回近畿杯争奪戦で14年ぶりに地元記念を優勝。競輪松山記念は地元の渡辺哲夫が聖覇番手から抜け出して5回目の G3 聖覇。デイリースポーツ2019年3月10日へずらん。ありがとうございます。